Hello everyone! Welcome to my channel, Decision! ということで、本日は僕が、アイルランドに渡航した時に経験したドバイの空港での乗り継ぎについてお話しさせていただきたいなというふうに思います。やっぱり乗り継ぎっていうのは意外と簡単そうで難しかったので、その話をまだ動画でしてなかったなというふうに思ったので、ちょっと今回はその話にさせていただきます。それでは行きましょう。はい、ということでお話しさせていただきたいと思います。僕は関空からドバイ経由で、こっちのダブリンに来たんですけど、乗り継ぎをだからドバイで1回経験しました。で、どんな感じだったかっていうと、まあ飛行機がまあもちろん空港に着いて、僕は最初想像上ではまあちょっと歩いたところにあるっていう風に聞いていたので、個人的にだからすぐ歩けばいいものだと思ってたんですよ。で、一応乗り継ぎの時間は予定では2時間だったんですけど、まず関空からドバイに着くのが1時間ぐらい遅れたんですよね。だからまあ1時間遅れたぐらいだったんで、僕そんなに焦ってなかったんですけど、空港が広すぎて、ちょっと歩いてる間に、これほんまにやばいんじゃないかって、その、ちょっと思い始めてきて。で、でも周りの人も焦ってないから、これ別に焦らんでいいのかなっていうふうに最初は思ってたんですよ。でも、もうあまりにも空港が広すぎて、どこに行ったらいいかわからないので、で、しかも頼れるのってもう自分の英語力しかないじゃないですか。だからもう、その辺にいた空港の職員に片っ端から聞いたんですけど、最初、まあもちろん英語も全然喋れないし聞けないしで、チケット見せて、これやねんけど、これどうにかして教えてくれへんみたいな。May I help you? みたいな感じで、言ってました。で、結局、バスみたいなのに乗って、もうターミナルがもう全然違うかったんですよね。滑走路みたいな中をバスで走って、別のターミナルから出発だったんですよ。だから、今、アイルランドに来るというか、まあ、アイルランドというか留学行くときに、どこか経由をして、行かないといけない場所に行くっていう人は、絶対に連絡先の空港の、歩き方っていうのを事前にちょっとリサーチしといた方が絶対にいいと思います。僕は結局ギリギリ残り30分前ぐらい、もうほんま手続きも締め切りされたぐらいにようやくターミナルに入ることができたので、もうめちゃくちゃ焦って、りましたし、もうめっちゃ走ったし、もうほんまに広いんですよ。もう2キロぐらい歩いたんちゃうかなっていう感じで、でもう3人ぐらいに聞いたし、なのでまあ本当に危なかったなっていう感じです。でやっぱり異国の地なので、まあ日本と違ってそう簡単に人に聞けないし、でまあ迷って、もし乗れなかったらもうほんとそれこそ終わりじゃないですか。だって自分も英語喋れへんから、乗れへんかったんやけどって言ったところで、この後どうするかの説明も全部英語なわけやから。だからほんまに、もし今連絡を、飛行機で空港を連絡して行く経路で考えてる方は、ぜひ、空港のチェックをしておいてください。で、それと、まあ、余裕を持って、僕は2時間連絡だったんですけど、3時間連絡とかにしといた方がいいのかなっていう風な気はしました。で、もちろん電車と違ってその時間に空港に着くとは限らないので、飛行機なんて1時間なんてもう誤差みたいなもんですから、なかなかそう計画通りに進めばいいんですけど、なかなかねやっぱり進んでくれないので、最初からもう積んだって個人的には思ってましたね。もうなぜならめっちゃでかいね電光掲示板みたいなのがあるんですよ。でもどこ探しても自分の飛行機がなくて、で表示されてる飛行機が、僕はドバイを7時に発車する飛行機に乗ったんですけど、もう表示されてるのが7時半以降の飛行機しか表示されてなくて、え、これほんまに乗れへんかったんじゃん、あ、終わったわみたいな感じで、今でも鳥肌立つぐらい本当に怖い思いをしたので、ぜひ連絡の時間は余裕を持って、飛行機を取るようにしてみてください。で、それは多分留学会社さんとかに言ってもらえれば、
その辺は配慮してくれるはずなので、自信がないよっていう方は、特に時間を余裕を持って行った方がいいんじゃないかなというふうに思います。でも一人でまあ連絡を経験したのはすごい自分の中で大きな経験になったので、まあそういうのを経験してみたい、茨の道に進んでみたいって方はギリギリの連絡をまあやってみるのもまあありかなというふうに思います。だってもう絶対に聞かないといけない状態になるので、自分の力じゃどうにもできないんで、広すぎて。だからまああの時はカジマのバカ力みたいなのが自分の中でも出てたんかなというふうに思いました。なので行く人はまあぜひその辺は自分の語学能力と相談して、決めるようにしてみてください。はい、ということで今回の動画はこれぐらいで終わらせてもらおうかなというふうに思います。皆さんが楽しい留学ライフを送る上での第一歩の飛行機でつまずかないよう僕も祈っております。僕みたいにならないようにしてください。はい、ということで今日の動画はこれぐらいで終わらせてもらおうかなと思います。 See you later! バイバーイ!